お待ちください。今変わりますね。お嬢さん、役所の自治係の人から電話が入ってますけど。ああ。もしもし。どうも、園崎顧問。こんにちは。自治の間でございます。先日はおはぎを。どうもごちそうさまでした。いいね、いいね。こちらこそ文化祭りの時は世話になったんね。野立がさのけ。ありがとよ。あれ、一本いくらくらいすんかんね。あしたら、毎年使うもんなんだから、自治で一本買っといてくらんとよ。あれはですね、一応先生からの借り物になっておりまして、一応値段を調べたんですが、国産だと20万ぐらいするらしいんですよ。中国製によく似たものがありまして、こっちなら8万円ぐらいでなんとか買えそうでして。別に中国製でもどこ製でも構わんや。お呼びする先生に失礼ならんとよ。よう選んどくれな。一応ですね、今その8万の傘の方を取り寄せさせていただいております。届きましたら顧問にも一度見ていただきまして、それで判断ということではいかがでしょうか。それから、もう3年江戸宣言が続いとるんね。先生がたまには、他の先生もお呼びしないと、バランスがようないっちゅうしゃ。表でも裏でもいいから、他の先生をちょいと、自治の方で来年までに探してもらってもいいかんね。ああ、はあ。そうですか。わかりました。ちょっと、こちらでもお茶の先生を探してみます。それでですね、顧問。実は今日はちょっとご相談がございまして。こっちのお母さんの話ばっかりですまんね。あ、で、何の話なんじゃ。実はですね、雛見沢にお住まいの北条里子さんの件で顧問のお耳に入っておりますかどうかと思いましてお電話させていただいた次第なんですが。北条里子？はあ、バチ当たり北条んとこの娘か。なんか、しおりましたんかいね。ええ、実はですね、最近おじさんと同居を始めたとかでですね、そのおじさんとトラブルを起こしているとか、そんな話は顧問のお耳には入っておりますでしょうか。おじ？さとこが？私はそんな話は知らんがね。いえ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 、ご存じなければ結構なんです。実はですね、そういった旨の陳情が生活相談所に入ったらしいです。相談所が言うにはだいぶ強い口調で来られていると、そういう話らしいんです。それでですね、相談所の係長から、お嬢さんのお耳に入っている話なら、取り扱いを急いだ方がいいんじゃないかという話が参りまして。あたしゃ何も知らんし、全然わからん。なんでわしが北条のバチ当たり娘なんぞに骨を折らんしゃあかんがね。園崎家は全然知りませんし、関係も何もありゃせんね。では、連長の方からそういう話が出てるとか、そういう話はお耳には。知らん知らん！何の話やね。君よしんところが、北条のバチ当たり娘なんぞに肩入れしとるんきゃ。すったら、なんてその先に話が入らんね。どういうこっちゃ？誰じゃね？その相談所に陳情しとったっちゅうが。クラスメイトが何人かいらっしゃったと、まあそういう感じなんですが。ではこれはクラスの子たちが独自にやったことで、連長も顧問もご存じない関係ない話という認識でもよろしゅうございますか。そんに決まっとんじゃ。なん勝手な真似をしさらしとん。知らん知らん。村里子とは何の関係もなあね。
にしさらすんじゃ。ダメですの、ニーニーの部屋はやめてくださいですの。その部屋はニーニーの部屋ですのよ。ニーニーが帰ってきた時大変なことになってたらニーニーが悲しみますのよ。なんじゃい、兄貴の部屋だからってそれだけでダメなんかい。サトシなんか生きとるかどうかもわからんわな。ニーニーは生きてるんですのよ。きっと帰ってきますのよ。荒らさないで、荒らさないで。何言うてんな。わしゃ荒らすんと違う。この部屋をな、ちょいとお掃除しようちゅうとんしゃな。いない奴のために部屋を残しとく義理なんかあらんね。だからちょいとお片付けをするだけなんね。わかったわかった、さとこがいい子にしてたらわしもこの部屋には入らんな。それでええんね。はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。さとこ、お前がいい子にしたったんから風ももうええ頃じゃんね。お前明日から学校行け。ありがとうございます。ありがとうございます。あよ、いかんね。ちょっとやったか。ああ、もう面白ない。